はい、皆様こんにちは。セミナーズの清水です。さて今回は要注意、こういうリーダーは失墜しますということでお話しさせていただきたいと思います。このチャンネルでは経営者ビジネスリーダーのための聞いててよかった、役に立ったっていうね、気づきになる情報をお届けしてます。ぜひチャンネル登録、そしていいねボタン、素敵なコメントもお待ちしております。早速行ってみたいと思いますが、このねリーダーって気をつけないとやらかしちゃうことってたくさんあるんですね。でそのあたり気づかないままやってしまってる、気づかないまま失墜してるってこと本当にありますので、このあたりぜひね、チェックしてみてください。まず一つ目、ビジョンがないって、これは本当によくあるパターンですね。これビジョンがないと何が起きるかっていうと、未来にこうなった方がいいなっていうことのイメージがもうできてないので、その都度その都度対応しないといけない、その都度その都度問題が起きた、その都度なんかいろんなトラブルがあった、その状況対応力があったとしてもですよ、この先どうなるんでしょうかねってのがよくわからないので、やってみてから気づく、やってみてから失敗をなんとか取り戻そうとするってやってしまうから苦しい状態に陥るんですね。でかつ有能な人は絶対将来のビジョンを知りたがりますから、有能なメンバーも入ってこなくなる。つまり言われたことだけやる人が増えてしまうので、ビジョンがなければね、みんなでそのビジョンに向かってどうやったらいいか考えるってことをしていけないので、苦しい状態になってしまうっていうのがまず第一のポイントですね。この未来の方向性を明確に示せないリーダーは、これ残念ながら苦しい状態に陥ってしまいます。このビジョンを示すっていうのはリーダーである以上責任なんですね。ビジョンを示すのはこれ責任なんですよ。だからそのための時間をしっかりとってですね、そのためにどういうリスクがあるのか、どうあるべきなのか、どうしたいのかみたいなことも含めてしっかりと考える努力をするってことです。ビジョンを描くのが苦手だってことは、これね努力しないといけないっていうことなんですね。皆さんの周りにいる社員だったりだとか、お客様だったりだとか、取引先のためにもビジョンを作るっていうのはこれ責任なんだということをね、ぜひ意識していただくことを心からお勧めしたいなと思います。二つ目、お金の管理が甘いっていう、このリーダーも失墜してしまいがちですね。お金の管理が甘いっていうのは、つまりいつトラブルが起きるかよくわからないまま、その責任を放棄していることになりますね。お金というのは枚挙にいとまがないほどトラブルってのがつきまとうものです。例えば店舗の会計とかね、お金を管理してた人間がまとめたお金を持っていなくなってしまったなんて話であるだとか、通帳も見てなかった、決済の内容も見てなかった人があるところに勝手な振り込みをされていて、気がついたら残高がないみたいな、いやあの人に任せてますからとか言ってね、見てないっていうこと、これは失墜のもう本当に大きな要素ですね。これはもう事例挙げてったらキリがないほど、いやもちろんこういう話ってトラブルになっても人に言いたくないので、お金の問題って人にオープンにもちろんね公開するようなものでもなかったりするから、知られてないだけでかなり多くの会社がこの問題を持ってます。通帳だとか印鑑だとか、決済のパスコードだったりだとか、セキュリティのカードだったりだとか含めてですよ、いくらのお金が残っているべきなのか、経理上の PLBS 毎月皆さん見てますでしょうか、キャッシュフローを管理できていますでしょうかってことはね、考えておかないと、これ残念ながらいつか失墜してもそれはもう仕方がないですね。失墜したとしてももうこれは任せてたリーダーの問題ですから。ですからダブルチェック、トリプルチェック、ちゃんと見るということです。もちろん細かなね、お金の管理だとか振り込みだとか ATM に行って社長が処理してるなんて言ったら、はっきり言って会社のね業績伸びてきませんから、任せるでいいんですよ。チェックはする仕組みになってる、分かってる状態にするっていうこと。つまりこれは単に社員をね信じないとかっていうんじゃなく、社員に罪を作らせない、エラーをさせてもこれはちゃんと見てた社長の責任だよねって、もしくはお金のね銀行に行った時に落としてしまった、なくしてしまったってことがないように、管理できてますか、ルールがちゃんとできてますかっていうことでもあるんですね。3番目、
マーケティングを学んでないリーダーも失墜しますね。だって売上上げる方法がわからないわけですから。社長としてマーケティング学んでないというのもこれ致命的とも言えますね。ビジネスっていうのはすべからくお客様に価値を届けることによって成り立っているわけですよね。その会社が存在する意義があるか、会社が存在する価値があるかどうかっていうのはお客様に価値を届けているかどうかで決まりますから。つまりお客様に価値を届けるっていうのがまさにマーケティングという活動ですから、その価値を届ける方法を学ばないでいて会社がうまくいくかっていうのも絶対にうまくいきません。いや、なんとなく試行錯誤で学ばずに、なんとなくの直感で勘のいい方はやってるかもしれませんけども、いつか何か市場の変化が起きた、いつか何か今までの価値パターンがうまくいかなくなってしまうようなことが起きた、いつかトップセールスのメンバーが辞めてしまったなんていう時に、このマーケティングという仕組み、マーケティングというモデルが社内に組み立てられてない限り、まあ大変な状況に陥るっていうのはもうこれ本当にたくさんの事例がありますよね。こういうリーダーは本当に失墜します。マーケティングを学んでないっていうことは本当に大きなことですね。4番目、蛮徳。これ新しい言葉でね、絆と徳って書いて蛮徳と呼びますけども、道徳的なことってこれから本当に大事になります。絆を結べているかどうか、つまりお客様だとか社員との絆がない、単に生産性高く業務連絡だけでコミュニケーションしている、業務連絡だけでお前これいついつまでにやっといて、感謝の言葉がない、いつもイライラしてるなんていうとですよ、その雰囲気は社員を通じてお客様にも伝わってしまいます。ですからこの徳、蛮徳の徳ですね、つまり相手に良いことをする、これお客様にも社員にも、そして絆を結ぶっていう、この絆こそがこれからの時代の大きな成功要因ですから、これを待たないリーダーっていうのはですね、まずは離職率がどんどん高まりますよ。でお客様がリピートをしない、離脱するっていうことがどんどん進んでしまいますよ。そうするとビジネスがうまくいかなくなってリーダーは失墜するっていうね、この蛮徳を学んでないってのもこれ決定的な要素にこれからの時代になってきますから、ぜひねこの蛮徳っていうキーワードを学んでいただいてですね、リーダーとして長く成功できる力をですね手に入れていただきたいなというふうに思っております。ということで、今回も良かったなと思った方はぜひいいねボタンや素敵なコメントをお待ちしております。チャンネル登録もお忘れなく。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。